さあ、今日も京都で一人バーベキューということで、これは昨日の映像ですね。昨日は一人でね、バーベキューを楽しみました。おは変わって今日ですね。昨日も今日も札幌は21度か22度くらいまで気温が上がったので、とっても気持ちよくて、今日はチェアリングをしました。チェアリングっていうのは単純に外に椅子を出して座るだけっていう、もうそれだけなんですけど、今これ映画見てますね。使ってる椅子なんですけど、5000円くらいで買ったんだけど、組み立てに慣れていなくてですね、今日組み立てたのが5回目ぐらいだったんですけど、組み立てる骨組みの部分と背中の部分の布が、スムーズに入らなくて、使って5回で布を破ってしまいまして多少ショックを感じておりますけれども、やっぱこういうのって使ってみないと分かんないところが多々あるんでね、まあ、いい経験としてこれからのチェアリング体験に生かしていこうと思っております。